本土寺は、千葉県松戸市平川にある、日蓮州の本山。三号は派生山。達中が一因ある。本土寺は、池上の長英山本文寺、鎌倉の長江山妙本寺と共に、明門の三長三本、新潟県三条市の長久山本聖寺を含めて四、長四本ということもあると称されている。明門とは、日蓮の弟子、日露の門流という意味であり、 三朝三本とは、上記三家寺の三号寺号にいずれも、蝶、本の字が含まれることによる。近年、境内には、茶室も整備され、千本の楓五千株の花菖蒲一万株の、紫陽花の名称として、人気を集め、紫陽花寺として親しまれている。本土寺過去蝶は、歴史を語る重要な資料である。現住は六十五世宮崎美、順寛樹、電子放園。 本土寺はもともと日老、日蔵ら日蓮門人を輩出した平賀忠春の屋敷跡と,と伝えられ、後に日蓮の支援者であった千葉家臣曽谷教神が北家道を建立したとされている。後に日老が本土寺として街道供養した。平賀本土寺使用によると文永六年日蓮に帰依した影山と様モが小金の狩野の松原の地に 北家堂を建てたのが本土寺の起源という、賢治三年曽谷教診が平賀郷花輪に北家堂を移し、日蓮の弟子日郎が街道供養した。日蓮の直弟子である日郎、その異母帝にあたる日蔵日輪は平賀市の出身で、平賀郷はこれら日蓮州の祖師ゆかりの地であった。延京二年、曽谷教診の娘、柴崎より土地の寄進を受け、 寺が整備された。柴崎夫人は、夫の種貞の死後、出家し、否定にとも称される。縁分3年、台風により、本堂が倒壊するが、その後再建された。常時4年、3号を、茶壇山から長谷山に解消したとされる。曽谷共心の彦にあたる八世被服は、各吉元年に現在地に本堂を移し、鎌倉妙本寺の彦とぶきを招いて、 海道供養を行った。宝徳4年、火災により、本堂が消失。旧世紀、十世紀随は、火災で消失した、本堂再建のための肝心事業をきっかけに布教を行い、地元の高岸やその同族の原氏の支援を受けて寺を整備した。日随の時には、本土寺に現存する賢治4年罪名の盆栽を得た。この盆栽は、院東層の大福寺にあったもので、 金に刻まれた、追命によれば、旦那の知ったら助太郎によって、文明十四年に寄進されたものである。高木氏が小田原征伐で改役されると、徳川家康のなんで甲斐の穴山武田氏を継承した武田新吉が、母の秋山夫人と共に、小金城に封じられたが、間もなく、天正十九年夫人が亡くなったために十五世紀、悟がこれを厚く葬り、家康も、 主因地十国を与えた。本土寺はもともと藤伏派の影響が強く、寛永七年の三池大論でも十八世紀博氏が参加している。ところが、江戸幕府が藤伏派弾圧の方針を取ったために、紀博氏は伊豆に流され、続いて二十一世紀術も伊予国に配慮された。その結果、漢文五年に受け付派の根治の支配下に組み込まれることになった。 その後派遣された二十二世美霊の下で、受け付派人員としての改革が行われた。日霊の状況元年に、前述の秋山夫人のおにあたる徳川光国の申し出により、秋山夫人の墓が本堂脇に移されて、参道の整備と、寺療二十国六都の寄進が行われている。その後、教皇二十年から安政二年にかけて、江戸浅草にあった松寺の本法寺での古土にわたる、 出外町によって、寺の名は、江戸でも知られるようになった。安政3年には、松寺4院6七75寺を数えた。日蓮宗は、昭和16年に本松を解体したため、現在では、旧本山、旧松寺と呼び名をしている。千葉県松戸市平か63、東日本旅客鉄道上番線北小金駅から徒歩10分。ありがとうございます。